はい、JBC 札幌の海老名選手にインタビューさせてもらいます。海老名選手、こんにちは。こんにちは。はい、少年野球は、札幌市西区の8県東和グッピーズ出身ですね。はい、はい、では春に向けて目標を先ほど色紙にしたためてもらいました。見せてもらっていいですか。はい、はい、重圧と書かれてます。はい、この書いた重圧という意味を教えてください。はい、まず守備や自分のプレーではチャンスやピンチで重圧に負けないでプレーするということを思って書きました。うん、あ、なるほど。打撃では相手の投手へ自分のオーラで威圧できるようになりたいと思ったのでこの目標にしました。うん、では自分のシン君、海老名シン君の持ち味聞かせてください。はい、守備ではセカンド送球です。うん、肩にはそこそこ自信があります。打撃では豪快なスイングとパワーです。うん、今肩にはちょっとそこそこ自信ありますということだったんですけど、なんか記録となんか投げたことはありますか。僕にフェンスまで83メートルの球場でホームから投げて、フェンスに直撃しました。おー、球場どこでした。球場は覚えてない。バラトの、うんうん、バラトの下水処理場。ああ、そうですね。わかりました。ではその持ち味が発揮できたゲーム何かありますか。覚えてますか。去年の夏の全日本少年の大会の1回戦で、うん、低迷中の広いピッチャーから最終回に、満塁ホームランを打ってます。おー、すごいですね。その試合では、自分の持ち味の豪快なスイングをしっかり発揮できたと思いました。なるほど、わかりました。では今のちょっと、持ち味発揮できたゲームっていうのと近いんですけど、印象深いね、勝ちゲームでも負けゲームでもいいです。印象深かったゲームを一つ挙げてください。はい、新人戦の秋の全日本大会の試合で、全日本の2回戦で、うん、それも相手は軽命中で、その試合は自分にヒットが1本も出なくて、うん、その負けてしまったので、うん、そこはとても悔しかったです。ああ、そっかそっか。じゃあちょっとやっぱり悔しさもちょっと秋残ったね。ではその悔しさをきっと今年の春晴らしてくれるものだと思うんですけども、チームの中で、勝ち上がっていくために必要なキーマン、きっと必要だと思うんですが、海老名君から見てキーマンは誰になりますか。エースの今井優太。今井優太、どんなところか。まずエースなので堂々と前面に立って、うん、0点に抑えて抑えてくれればいいなと思います。ここで自分が1点取れれば勝てるので0点で抑えてくれるように願ってます。はい、分かりました。結構バッテリーは2人は長いんですか。あ、そうですね、1年生の時から。あ、そっか、息ぴったりですね。はい、では最後の質問になります。はい、来年の今頃もしかしたら進学先が決まってるかもしれないんですけども、着てみたいユニフォームありますか。今は北海道境に行きたいと思います。あ、はい、あ、白老堂ですね。はい、わかりました。海老名慎選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。